ハロー、こんにちは。DKVSKT 始まりました。お互いに勝ってるチーム同士、上位チーム同士です。DK はね、トップ金言、ジャングルルシッド、ADC エイミングサポートケリン、そしてミッドはおなじみショーメーカー。キャニオンがいなくなっちゃったんだよね。しかし、2部ですごい期待されているルシッドで、初戦もすげえうまかったしね、バイデンなんか16連勝中みたいな、マジでうまい。でエイミングもなんか30分で 400CS 食うみたいな、2試合連続 ADC のファーム差100以上つけて ADC が無双して勝ってたね。ショーメーカーもエンゲージうまかったし、まあ、DK が上位チーム側なのかどうかってのをこの KT 相手見れるのがすごい楽しみで、 KT は明らかに強いね。トップパーフェクト、この方も新人なんだけど期待の新人で、ジャングルピョシック、デフとベリル、2022年の DRX のメンバー、そしてミッドは BDD。 前回レナータに対してベリルが2回連続フェイサポートを使ってキャリーしてたね。見てておもろかった、まあ、言うて KT もどっちに転ぶか分かんない。うまかったけど、言うて LCK では2022年の DRX めちゃくちゃ弱かったし、世界大会で、まあ、ミッドとトップの金言とね、ゼカが特大バス乗せてくれたから勝ったけど、そのキャリーたちがいないプラそこにアマチュアがいるっていう、あと BDD、まあ、なんなら BDD も昔のなんかロンジューの DRX ではあるけど、で魔王界ファーストからのカリスタ・トリスターナ、ダブル ADC 構成か。魔王界が欲しいんだけどね、それに対しては。でザヤラカンに対してレナータ、ベリルがレナータを使うと。レナータ、カリスタ大人気ですね。カリスタが一人を確実に殺すの得意だからね、槍を刺しまくって、でレナータで復活してもらって、魔王界に対してカリスタのアルティメットでな、サポートが身代わりになって、そのサポートをカリスタがウルトで救うっていう魔王界のカウンターでもあります。でここで KT ジェイス・バン、What? ジェイスなんて誰もピックしてないし、バンもされないのに、金言のジェイスを警戒、なんならショーメーカーのジェイスかな、魔王界ジェイス。ふざけんなよ、俺ジェイス見たかった、ジェイスのビルド知りたかった。ジェイス今なんかマジでビルド難民すぎてもやってねえもん、ふざけんなって。ファーク、ショーメーカーのジェイスのビルド見たかった。これ絶対ジェイストップではないからね、正直ジェイスは勝率落ちてるし弱えと思う。今クールダウンが全然稼げん。ちょっとエンゲージが薄いからポークが嫌だっていう感じですね、 KT は。アイバン、ピョシック、アイバン、この方キンドレッドメインでキンドレッドのスキンをゲットしたけど、ノースアメリカのティームリクエドの世界大会のラストゲームではキンドレッドでファッキンキャリーした後、ラストピックでファッキン正常に出して2億円の豚という呼ばれてた、まあ、俺が呼んでんだけど、ピョシックさん韓国に帰ってきたらアイバン、でここでシンドラ、ショーメーカー、シンドラのスキンあったっけ、違うっけ、ショーメーカーは TF か。でもシンドラもうまいっすよ、ショーメーカー。で何を取る、トップレーン、金言といえば8ROCKS、金言のスキンあります、まあ、今ドスコイで強いしな、エイトロで、タンクが必要ですね、フロントが必要なので、カッサンテ、うわピックからしてもおもろいね、いいね、やっぱ普段見ねえチャンピオン、アイバーン、そして金言のシグネチャーチャンプエイトロックス、
ショーメーカーのシンドラ。ハロー、こんにちは。DK vs KT。しかもピックも面白いしな。アジールコーキーじゃなくてシンドラトリス。まあ、トリスは正直あんまり面白くはねえけど、シンドラショーメーカー楽しみだね。そしてジャングルはマオカイとアイバーン。アイバーンが生やしたブッシュにマオカイが苗木を入れて利用するっていうこともありそう。トップは金言のエイトロックス。 KT のトップ、新人のパーフェクト、うまかったですね。で DK のジャングルもすごいうまかった、新人 でボトムはエイミング、ケリン。ボトム無双してたね。 ADC がマジでファーム食いまくってキャリーしてた。で KT のデフトも、まあ、ベリルのサポートフェイで強かったね。アイバーンはレートゲーム非常に強いですよ。ダブル ADC もレートゲーム強いし、ただちょっとカリスタがね、射程が短いんで連戦有利取らないと、まあ、きつそうではある。でもそこにアイバーンがシールドをカリスタに渡してカリスタが突っ込んでたりとかするのかな。シンドラは昔と違って序盤結構弱くはなってます。でもその代わりにレートゲームかなり強くなった。プラスカサンって相手いいだろうね。カサンテってウルト使って HP 半分になるけど、シンドラがウルトでバースト能力があるんでカサンテを落とせると、柔らかくなったカサンテを。でこのカサンテね、照明かベタ足メージ使ってる時にこのカサンテでウルトして発狂させてほしいね。カサンテミームを作り上げたショーメーカー、 4700HP でブリンクしまくって壁も越えるし、マナも15だし、 Q のクールダウンは存在しないし、ダメージ軽減あって CC 無効化あって、アーマー300あって400あって、ソロ級去年なメージのアイテムも弱かったし、なんで俺はベタ足メージとして生まれてきたんだっていうクリップ。試合面白かったね。ゼラスやってたけど、その時ソロ級でスキルかすって死んでたな。でここで入ってくるが、これを弾けるのがシンドラの強み。もう E で弾いてその後 Q 置くのか。でレベル上がってここを狙うが、アイバーンがいる。お互いにフラッシュを使う。ジャングルをうまく利用したトリスターナ、バチバチだね。DK は去年不調だったけど、なんだっけ、サポートに問題抱えてたよね。最後までバイブルにするのかケリーにするのかみたいな。ショットコーラがいない、うん、でキャニオンは今ジェンジェイってすげえまた調子良くなってきてるから、誰がショットコールしてるのかっていうね。ルシッドが新人でジャングルでショットコールできてるのかな。ショーメーカーのそのショットコールの負担がでかかったらしいですからね。で金言自分のエイトロックススキン、優勝スキンです。しかもこれプレステージ、世界大会決勝で MVP は2022年からプレステージもらえます。ちなみに去年の2023の MVP はそうゼウス、ゼウスのジェイス。ほうレッツゴー。今年ジェイスのスキン2つ増えます。今ジェイスゴミなんでバフしてください。でフラッシュないのでギャンクを狙う。シピョーシック、アイバーンでギャンクを決める。今ギャンクかなり詰め、なんだしづらくなったと言われてるんですけどね。ピョーシックノースアメリカ行って上手くなって帰ってきたのか。これだからベタ足メージは。
그래서킬포인트를얻어간트리스타나가헤르메스를신으면서앞으로의라이브아이반의빌드가どうなるんだろうね。リデムションとかアデセンとかサポートアイテム系のアイテムだったけど、まあ、今はそのサポートアイテムがより安くなってるからな。でダブル ADC だから行くだろうね。アデセンも強くなってるし、結構サポートアイテム強くなってるんだよね全体的に。まあ元 DRX のピョシック、デフト、ビリル、うまくやってほしいね。で、アイバーンがミッドの主導権がありますからね、トリスターナが。クソ遅いだろうな、一人で取るの。마오카이도뭐작업은들어간것으로보이고요루시드그래서트리스타나가미드라인받으러갔는데아근데아이번좀시간이걸리긴하네 마지대오소이에드라곤드라곤노가오이시토모운다けど네ただ보텀의주도権가나갔다のか確実に取れるもんを取っていく KT。 ミドバトン주도권이 KT 한테있었기때문에오브젝트선택은 KT 쪽이었잖아요いやでも KT がボトムの主導権も握ってそうだったけどな。 KT がヘラルドじゃない、上をね、上のやつボイドグラブを選択したように見えたね。だからトリスターナがサイドで強いから、トリスターナがタワーバッキバキできる、バッキバキにできるようにボイドを選択したのかね。ちょっとこれ気になるね。あんまりボイドグラブうまく使えてるチームがないんで、ボイドグラブがあったから勝ったっていう試合がないですからね今のところ。ジェンジーが確かうまく使ってたっけ。アイバーンがミッドを有利にさせて、そのトリスターナがジャングルを有利にさせていくと。でシンドラティアーだ、セラフ行くんだね、ベタ足明治シールドもらえるしな。セラフ ステータス本当良くなりましたからね。その代わりに序盤がちょっと弱いけど、もともとシンドラが序盤強いタイプではないんで、死ななければソロキルされなければ問題がないという判断。기본생존기에뭐전멸도있고뭐신발도뭐단단한거신었고여러가지그렇습니다그렇죠그래도뭔가좀그래도태클들어가야될텐데요창에서말씀하신대로마오카이가살상력이좀없어서태클을건다그러면락한까지좀오긴해야되거든요세명이나가야되는거예요그래서같이왔다갔다하는것같긴한데참재밌는게셋이온다고확실히잡는다고또못해요엄밀히따지면전멸있으면어지간하면투타삽니다トリスもね射程が短いからね、シンドラがワンコアぐらい出たら結構トリスも厳しくなるかも。でも動けるのはトリスターナだよ。おお、よくフラッシュしたね。ちゃんと自分がやばいって分かってる。ボトムとミッドの主導権ないですから。でボトムもラカンがまだレベル5でレナータが6だったんで、戦ったら絶対勝てなかったね。자야라칸이좀편해진건맞지만그렇다고뭐먼저라인을미기에는쉽지않고요보텀은이븐자야라칸데이븐だったら問題ない슬슬그런쪽에대한콜이계속오고갈텐데 KT 같은팀에게지금분위기상 6유충을좀안된다그런얘기는반드시할겁니다베리르의레나타가どうウルト打つかだね큰힘이되겠네요맞아요 KT 와레드게임은確かにめっちゃ強いけど엔게지가ない負け始めると逆転がかなりきついですよ。もう団子になってグループしてゴリ押すしかないね。
まあ、だから敵にタワーサイドレーン取られないように、まあ、このボイドグラブを取ってるのかもしれないし、金元育ってるね。エイトロックスで綺麗にファーム食って、ベリル보이네요。아니면크산테가순간이동올때까지만버티자그게순간이동만오면그또집에갔다오면이게달라질수있겠습니다드라곤가1분だから마이마돌에바문제ない라인컨트롤하는거같고요그렇죠실제로지금은순간이동올때까지드리블 ADC 이外와그룹을してきた。でカリスタはミッドにローミングではなくボトムのタワープレート優先、グラブもあるので美味しいね。お互いにグラブは触らないが、今アイバーンが向かったぞ。ドラゴン30秒だ。これグラブ取ってたらボトムの視界全部失って、ボトムのカリスタがファーム食えなくなってタワープレート取られてダイブされたらやばいけどね。グラブ取るためにボトムが不利背負ったらかなりきつくなるよ。結局それがグラブの弱点だからね。レナータが捕まるがカリスタが助けに来た。まあでも魔王界のウルト使ったよ。これドラゴンファイトでどうだ。6グラブの評価が高いな。アイバンクソ精子グラブ、これボトムクソ振り取ってっからね。結局タワーを殴れなかったら意味がないので、でこれザヤラガンが育って、ザヤラガンがミッドレーンに行ってミッド先に押し込んでプッシュも早いわけだから、カリスタより2人がミッド行って先にウェーブ押し込んでサイドレーンにローテーションしたらサイドレーンも押せなくなるから、この判断はどうなんだろうな。楽しみだね。두번째용이정말중요한상황이라고봐야되는데일단 KT 같은경우에도상대가궁이없어도시도하기좀불편했던거뭐아트로스텔존재도있을것같고요이카산테가스프릿系의챔프だったら뭐와かる けど카산테だからな。카산테크리아에그지금당장은디플러스기아가탑에서의은근한주도권그리고뭐그런여러뭐거기통한뭐순간이동유무라등뭐이런것들때문에조금씩이득보는측면은있는데 KT 도그거를최대한맞춰가면서결국유충챙겨놨고이번드래곤싸움도상대가아직궁이없어요그래서 KT 가드래곤을始めますね。내려왔고오버파밍한다음에작정한거죠그럼융유충더하기용가지않아에이트록스박크해서텔레포트で드래곤取りに行こうとしたけど間に合わず。バックキャンセル。でもここからザイがミッドに行き、先にウェーブプッシュしてサイドレーンのコントロールに参加するとタワー殴るの厳しいぞ。 KT キャッチ。ザヤのウルト使わせてヘラルドにつなげられるか KT。 KT は AD が濃いよな。どうだろう、これ構成 DK もレッドゲーム強いからね。ザヤもそうだし、シンドラもそうだし。これ勝てないっていうことでテレポートで逃げるね。視界もないし、もうボトムのタワー捨ててタワープレートもないし、トップに参加する。나중에테미뜨잖아요진짜순식간에백도로끝내버릴수도있어요이게잘만되면맞아요토리스타나대그라브아이템을대하지메다라めっちゃ早いだろうな。먹었기때문에앞으로더빨라질예정이고요물론이죠자그나마뭐이렇게텔로이동을했다고치더라에이트록스의빌드처음봤다그これ買うやつ初めて見たわ。프로페인하이도라하이도라의強威バージョン今年から新たに
出たアイテム、最初弱すぎて誰も買わなかったけど、バフが入って安くなってちょっと強くなったのかな。脅威くれてクールダウンくれて AD が上がる、でハイドラの効果プッシュ力もある。まあ、エトラプッシュ力に問題抱えてはいますからね。でもラバナスじゃないんだね、回復の方じゃなくて脅威。まあ、相手がダブル ADC でプラスアイバーンだから柔らかいので、まあレナータもそうだし、カサンテ以外は柔らかいからそいつらを勝ち割っていくっていうことかね。ワンコンで、シンドラはティアでストームサージ、これもまたバースト系のアイテム、相手が柔らかいですから。ロストチャプター系ではなく、いいね、なんかビルドがやっぱ相手が柔らかいからっていうのがあるね、見てておもろい。でここでカリスタを捕まえに行くが、レナータがしっかり守る。ダブルテレポートを切ったのは KT が、しかしエイトロックスがテレポートないタイミングでうまくここは DK 離脱します。5人ミッド来たけどこれは簡単に守れますよ。そうすると KT が、あ KT じゃない、 DK のエイトロックスがボトムタワーフリーで取れると。アイバーン初手ムーンストーン、DKKT ちょっとややこしかった。おちゃんプッシュ早っ。しかもさ、プロフェンハイドラのさ、ハイドラのそのウェーブクリアの色が青いんだよ、ちょっと見づらくね。あれ剣戻りました。なんかトリスターナ死んでんだけど、ん死んでたっけ、ん。YouTube で見てる方はね、俺が編集してるから、まあ、なんとかなってるかもしれないけど、ライブで見てる俺たちはなんだこれ、トリスターナ死んでんだけど。リプレイ、これか。ここでジャンプしてきたけども、シンドラが弾き飛ばしてスローからの魔王界のフラッシュイン。うわー、でストームサージでこれお金も入りますからね。トリスターナ相手にシンドラ出した理由があるね。ベタ足メージはああやってジャンプされたら死んじゃうけど、シンドラは弾ける。トリスターナがレベル上がれば弾かれた後殴れるだろうけど、今ちょっと射程が短いからね、トリスは序盤。で魔王界の苗木、ボトムも押してるぞ。 DK 金源もめちゃくちゃいい位置にいる。で魔王界が突っ込む、魔王界がウルトで突っ込む、レナータのウルトもめちゃくちゃうまく入る。ラカンが入っていき、カサンテも突っ込む。どうなってる、わーバックラインにエイトロックスとシンドラトリプルキル。そしてテレポートをすぐさまトップに使って、わーお、レナートのウルトはうまく刺さってはいたんだけど、バーストビルドが、もうビルドからみんなバーストだからえぐいね。こうやってもう一回見ようか。魔王界がタンクして、魔王界のウルトが全員に入ってて、裏からエイトロックス、エイトロックス、おエイトロックスのフラッシュか。 Q3 を E フラッシュして2人にノックアップ当てて、シンドラでフィニッシュ。うわーこれだよな、これが金言だよな。おしかもハイドラ持ってるからよりダメージがえぐい。さすがプレステージ8ロックススキン持ってるだけはあるからのナイトエッジ。去年の世界大会はゴアドリ派とダスクブレード派があって、ゼウスはダスクブレードでやってたけど、金言は今年みんなドスコイエイトロックスやってんのに、一人だけ脅威エイトロックスやってる。まあ、構成も関係してるだろうけどね。カサンテ無視でバックライン破壊。
아까 싸움을 통해서 성장도 잘하고 이제 디플러스 기아가 진짜 힘이 올라오고 있는데 아무리 봐도 저 킹트럭스가 뭔가 되게 묵직해요 지금 심상치가 않습니다 저 지금 프로젠 하드가 強いから WADC どうなんだろう? あんまり去年よりも強くないんじゃないかな? 저 킹겐과 루시드를 뚫을 활약을 보유하려면 예. 시간이 좀 많이 필요해 보이고요 반면에 좀 말렸던 쇼메이커 선수도 트리플킬 먹으면서 성장이 갑자기 엄청 올라왔거든요 네. 코너를 또 그라브가 使えないからね だから結局なボトムレーン連戦は全体的にまあトップ以外は勝ってたのに KT は グラブを優先してボトムのファーム失ってタワープレート取られてドラゴン取られてからきつそうだよね グラブをねレルみたいなジャングルがパパッと取ってドラゴンとかボトムカバーできればいいんだけどアイバーンだからガチで遅くて逆サイドユリ取られちゃったでここでベリルが捕まるでまたこの A ミングの CS よ 22分254CS と思ったら Aatrox もなんだけどちょっと待ってファームがバグってねえかトップレーナーでこのファームはえぐいねハイドラでプッシュしてジャングルも奪ってるんだろうけどちょっと待って ADC がこんだけ食うのはギリわかるけど Aatroxのファームよトップレーナーって結構ウェーブ落とすんだけどねどうだ取れるか バロン取れるか23分だからちょっと早いぞ バロンへのダメージはどうだジャングラーが入ってこれないようにはしてはいる 長い間バロが生き残ってはいる取った取ったその後チームファイトどうだカサンテが守りに行くフラッシュインシンドラのスタンレナータがウルトフラッシュを当てるけどもう時すでに遅しリップエイトロックスおい DK 強いよっしゃやっぱショーメーカー俺好きだからな管理ジャプチャ いいね、面白くなってきたね LCK 上位 5チーム 強えぞ いやシンドラのビルドマジでいいわストームサージ行ってバースト高めて耐久力上げて ポリスターの相手対策もできてるしアイバーンがフラッシュがないからバロンの中に入ってこれなかったねドア開いてもいやあんだけ長い間バロンを背負ってたのに綺麗に集団戦勝つねバロンも取ってうまいな落ち着いてるな事故っても、おかしくないんだけど さあ食べるなラカン。あ、イボニーが。いや、そうね。いや、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 い
パロンパワープレイ현재が4700입니다빨간팀의어계속벌어지겠는데요이거마그림이없죠 네, 네차라리트리스타나현상금이라도하나먹고25분 300CS だってさやエイミングなんか今年やばいな全試合ファームとんでもなく食ってる ダブル ADC ちょくちょく見るけどあんま勝ってるとこ見ないね今年 GG 黒羽が強いのも関係してそうよー DK 強いいいね